神戸市中央区の日本真珠会館が老朽化などを理由に来月末で閉鎖されることが決まりました。建物は神戸を象徴するモダニズム建築として評価されていて、地域の人たちからは閉鎖を惜しむ声が上がっています。神戸の旧居留地に佇む日本真珠会館。1952年に真珠の町神戸の真珠産業の拠点として整備され、建築家の光安義満さんが設計しました。2005年には国の有形文化財にも登録されましたが、老朽化などを理由に来月末で閉鎖されることが決まりました。建物自体はね、とても素晴らしくて、ファンの方も多い建物なんですけれども、設備関係がちょっと追いついてなくて、でリスクが高いということで今回一旦閉鎖にするという流れです。神戸を象徴するモダニズム建築として評価されている日本真珠会館。現在は日本真珠輸出組合の事務所などが入っていますが、特別に中を見せてもらいました。建物の4階のこちらの部屋では、大きな窓から入ってくる自然光を利用して真珠の鑑定を行っていたそうです。こちらの部屋では真珠を鑑定したり入札が行われていました。より多くの自然光を取り込むために鉄の格子を細くする工夫が凝らされています。階段の手すりはアールデコ調です。例えばこの手すりなんですけれども、いい高さでちょっと斜めにカットされていて、このデザインがずっとここの階から上の屋上に上がる一番上まで手を抜かずにこのラインをずっと続けられているというのが珍しいということは言われています。この他にも化粧室のすりガラスやユニークな形の照明など、至る所にモダニズム建築の美しさが盛り込まれています。また建物の1階には真珠にまつわる博物館パールミュージアムが入っています。1万個の真珠を一粒ずつ手作業で連ねたパールツリー、阪神・淡路大震災からの復興を記念して制作されたテルラビータ。ミュージアムでは装飾品をはじめ真珠を鑑定する道具などが展示され、日本真珠の魅力のほか神戸の真珠の歴史を学ぶこともできます。いろんな真珠が見れる場ってあんまりないと思うので、こういう場所って貴重だなと思いましたね。地域の人たちからは建物の閉鎖について惜しむ声も聞かれました。神戸って真珠の歴史があるのでね、もったいないなと惜しいなと思ってます。今日初めて来たんですけど、またね誰か案内しようかと思ってたけども、3月までなんですね。神戸の伝統のところがいろいろとね、なくなっていくのはちょっと残念ですよね。真珠の町神戸の顔として愛されてきた日本真珠会館は、来月末、70年の歴史に幕を閉じます。いろんな方に愛されてきた、また神戸のシンボルとしてもすごく皆様にこう利用され活用され愛されてきた建物なんだなということを改めて感じました。
私も寂しい思いは、はい、ありますけれども、神戸の加工技術があるおかげで世界の真珠があるというぐらい素晴らしい技術ですので、技術の伝承とそれから文化の伝承というものをできれば続けていきたいなと思っています。神戸らしい建物で世界に誇る神戸の真珠文化を学べる貴重な場所ですよね。歴史があってね、多くの、はい、多くの人が、ね、思い出詰まってるのが伝わってきました、はい、はい、日本真珠会館では閉鎖を前に来月25日から30日まで特別展日本真珠会館の70年記録と記憶が開催されます。無料でどなたでも見学ができます。そして閉鎖後の会館をどうするかについてですが、今のところ未定ですが、パールミュージアムの展示品などは今後神戸六甲アイランドのファッション美術館などに飾られる予定だということです。今日の特集でした。